よいしょと。よろしく。この戦いに星の祝福あれ。ふっ、潜在。おっ。勝利だ。さあやろうか。そこだ。おっ、くっ。次行くぞ。我が修練に果てなし。敵へ発見せりだ。
何？星の導きの逃がすか。当然の勝利だ。やるとするか。さあ！何？そこ！見えた！どっちかり！何？ち！我々の勝ちだ。敵へ発見せりだ。はっ。さ、うん。ふん。ち。うん。それ。行く。は。よ。は。行くよ。わかっている。はい。さ。は。お。は。何。さあ、次に行くぞ。ん？ちょっと強くな。やだ、またお。我が修練に果てなき魅力がアップ。やるとするか。何？おりゃ。行く。もらったぞ。おう。よし。
わかっている。行きますわ。えい、いい勝利だ。我が修練に果てなし。材料はあるな。では始めるか。とっておきを作ってやるぞ。よし、できたぞ。金が鳴ったか。この薬は作り置きができないからな。我ながら完璧な時間配分だ。よし、では行くぞ、ルカ。外出されるんですか？お外に行かれるんですか、トロニア様が？ここが約束の場所ですか？暗くてなんだかルカ怖いです。怖いですよ。夕刻の鐘が鳴る頃に西区の裏路地へと手紙を書いた。トロニア様、いらっしゃいますの？こちらにおります、お嬢様。ほら、ごきげんよう、トロニア様。こんな時間にお外に出たことはなかったので、なんだかドキドキしますわ。日が暮れて、あいつらが出てくるまでにはまだしばし時間があります。では、早速ですが、まずはこれをお飲みください。
法のお薬ですの。ええ、その薬があなたを運命の男性に導きます。ひとたびその男性を目にすればたちまちに素敵な恋が始まるでしょう。これが。さあ一気に飲み干してその先へお行きなさい。決して振り向いてはいけないのがこの魔法のルール、貴族の霊嬢として。いえ、運命にとらわれた姫君としての宿命、変えたくはないのですか？いいえ、変えてみせますわ、私の運命を。振り向いても引けない。これは魔女の名役です。さあ行って、その路地の先にあなたの永遠の運命の男性が待っているはずです。はい。あのドロニア様、さっきのお薬は何なんですか？大丈夫なんですか？毒じゃないから心配するな。あいつの望みを叶えてやっただけさ。でもユリエッテさん、なんか様子が変ですよ、変ですよ。あいつの願いは自己欺瞞からの脱却さ。皆には長よ花よと愛されるが、自身の外見や生まれにとらわれない評価を望んでいたのさ。ならそれにかなった運命の王子をあてがってやろうってことだよ。この町で最高にダメな男と夫婦になれば、周りの人間は嫌がおうにもその内面に注目するだろうさ。似ていることがめちゃくちゃです。ルカにはわかります。めちゃくちゃですよ。そうだよ。私はな、ルカ、ああいう甘ったれた悩みを持つやつを見るとめちゃくちゃにしてやりたくなるんだよ。ひどい、鬼です、悪魔です。私が何とかしなくちゃ。悪魔なんかじゃないさ。だが魔であることは否定しないぞ。何せ私は魔女だからな。さあお嬢様、そこの路地の先にあなたの運命の殿方が待っております。お早く。はい。ねえ、さっきのパンもう一個くれねえか。え、あれ、お嬢様じゃねえか。ああ、この方が私の運命の殿方。なんだ、お嬢様。ああ、羊飼い様、こんなに素敵な方だったなんて。それではどうぞごゆっくり、お二人様。行くぞ、ルカ。何？なんだ？大丈夫か？これはやばいんじゃねえか？面倒はごめんだ。知らねえ。俺は知らねえ。あら、私こんなところで何をしていたのかしら。殿方は。王子様なんていないんですのね。私失礼させていただきますが。くそ、これはまずいぞ。ルカ。ドロニア様、大丈夫ですか。これは呪詛返しだ。
ません、ルカ。くそ、ダメだ。ありがとうございます、ルカさん。え、フクロウさん、どうしてルカの名前知ってるのですか？本来の姿がフクロウのようなものなので、ルカさんたちの話は聞こえていました。改めまして、ルカさん、僕の名前はネルド。これからはそう呼んでもらえますか？あの魔女に何かあったんですか？呪い、呪いです。怖い呪いです。呪いのお薬を作ったんですけど、なんか術を返されちゃって、ドロニア様が呪われちゃって。ドロニアめ、いい気味だ。いい気味じゃないです。大変なんです、一大事なんです。ドロニア様を助ける方法、いいじゃないですか、放っておけば。そもそも話を聞く限り自業自得だ。むしろあの魔女にはいい薬になりますよ。ドロニア様があのままになっちゃったら、ルカは、ルカは、わかりました、手伝いますよ、ルカさんのためなら。ませんか？え、あなたに嘘はつきません。だから泣き止んでください、ルカさん。はい。ただ僕は魔法についての知識は乏しいです。他に誰か協力してくれそうな魔女の知り合いはいないんですか？バーバ様なら、バーバヤーガ様なら、ドロニア様を元に戻せると思います。バーバヤーガ、役の魔女。でもバーバ様はお遠くに住んでいますし、バーバ様が来ちゃうと大変なことに。いや、ドロニア様が怒っちゃいます。わかりました。ではその方に魔法文を送ってみるのはどうでしょうか？そこで対処方法だけを聞くんです。どちらにしてもこんな辺境まですぐに来ることはできませんよ。それに来たら来たで、まあ
その後のことはその時に考えましょう。カイジュのお薬の作り方だけを魔法文で聞くんですね。魔法文で聞くだけなら、魔法文なら会わなくても解決方法が聞けます。できた、できました。あとはこれを。いってらっしゃい。バーバ様のところに寄り道せずに行くんですよ。もう帰ってきた。中身は？あ、ちゃんとお返事になってます。薬の処方、あの呪いを解くお薬みたいですよ。どれ？ああ、これなら全部地下で手に入りそうですね。地下ですか。では、レキテイちゃん、レキテイちゃん、この材料を早く、早く集めてきてください。では、早速出発です。ルカさん、ちょっと待って、落ち着いてください。こんな時間に外に出ちゃダメだ。でも、急がないとドロニア様が。代わりに僕が行きます。こいつを井戸に放り込めばいいんですね。ルカさんは馬車小屋の中で鍵をかけて待っていてください。ヨーロレキテ、一つだけ聞かせてくれ。お前、魂が入っているのか？そうか。なるほどな。だが、だとすればこの技はあの人の。僕らが出発した後に、こちらの？どういうことなんだ？いや、今はいいか。それじゃ、僕もお前をレキテイと呼ばせてもらうぞ。今回はルカさんのためだ。一緒に行こう。目的はマンドラゴラの根に赤荷がよもぎ、肉粉の3つだ。カンパニュラ、アストルム、メルム、それぞれの世界でこれらの素材を見た気がする。そんなに難しくはないはずだが、僕も地下で探しておく。では地下で会おう。レキテ。
やるとするか。ふっ、我々の勝ちだな。さあ、やろう。いい勝利だ。この戦いに星の祝福あれ。おっ、さあ、次に行くぞ。やるとするか。そこだ。ふっ、それ私がいるんですもの。当然ですわ。よそ見するなよ。おりゃった。見て、かがる。よいい加分だ。まだ俺は強くなる。始めるぞ。そこだ。おりゃ。いや、見えた。行きますわ。よ、分かっている。いい勝利だ。うん、体がよく動く。この戦いにほっ。さあ、次に行くぞ。勝負。そこだ。おりゃ。なに。行きますわ。分かっている。いい勝利だ。すぐに片付けて差し上げます。はっ、おっ、やっ、ああ、はー、いきますわ。さあ、次に行くぞ。ああ、当然だ。戦闘の…おや、果てなき…ん、やだ、当然我が修練に果てなし。
はっ、うん、さ行く、はっ、うん、暗いな、ほら見えた、どっちかり、ふっ、分かっている、よっ、さ見事な勝利です。必ずや勝利を。さあ、おりゃ。はっ、さ、守りが。それ。どうだ。分かっている。よっ。さ。ほう。行く。行く。く。えい。うん。いい加分だ。始めるぞ。何？さ、おりゃ。やっ、はっ、うん、ふん、やっ、は、行きますわ。えい、ほーら、よし、行きますよ。ふん、いい加分だ。やるとするか。ふっ、ほう、ふっ、見えた、い
行きますほーらはっおう、よしよしよっ当然の勝利だ。よそ見するなよ。はっおっよ。ふっ。お。行く。次行くぞ。さあ、やろうか。何？ほうほう。たっ。ふっ。ジェスパー！いっけ。カンビ。うん。た。えい。ふっ。おっ。おりゃ。もらったぞ。はぁ。いきますわ。やっくま。うん。私がいるんですもの、当然ですわ。ん？おや。やだ。わが。果てなき魅力がアップ。まだやれるぞ。勝利だ。寝ている場合じゃないですね。
よそ見するなよ。分かっている。よし。よそ見するなよ。さあ、もらったぞ。ふん、さあ、め、当然の勝利だ。始めるぞ。さあ、何？引くぞ。片付けて差し上げます。何？バッソ見えた。行きますわ。ほら、よっよっ。さあ、ただよし。何？バッヤ。いい加分だ。かぶんだ。よそ見するなよ。
しどっちかに逃がすか。覚悟なさい。はっ、おう、くそっけ。ああ、大丈夫か。ここだな。逃がす。なに、なに、なに、ちゅ、くそ、この手、くそ、ここだな。これがドナムの、そ、ここだ。これ準備はいいです。ここだな。間に合いました。逃がった。そこ、準備はいいです。見事な勝利です。まだ、おや、腕が上がったようです。敵へ発見せりだ。覚悟。逃がった。そこだな。これでどうぞ。ガードが。星の導きのまま、くそ、ガードが。覚悟なさい。ドナムの導きのまま。
ここだな。この程度。そう。この程度。逃がすか。当然の勝利だ。ああ、当然だ。ああ。戦闘能力の向上だ。嘘にするなよ。ちょっ！あ？そこ！そこ！見えた！よっ！はっ！よっ！おう！いっけ！えい！はっ！ふっ！やっ！おう？はっ！さあ、たた…行きますわ。私はいるんですもの、当然ですわ。我が修練に果て。うん、体がよく動く。まだ俺は戦闘能力の向上だ。ティレフスがいいですわ。いいですね。うん。ああ、我が主。おや、腕が上がっ。果てなき魅力がアップ。うん？ちょっと強。やだ、また大きくな。当然。我が修練に果てなし。
もうここにはいないようですね。どうしよう、早く早く見つけないと。とにかく探してみるしかないですが、誰か町の様子をよく知るお友達はいないんですか？ルカさん、相変わらず元気だな。マリエッタさん、マリエッタさん。あら、ちょっとお待ちになってね。マリエッタさん、かわいいお客様がいらっしゃっていますよ。はい、どちら様で？あら、ルカ様、どうなさいました？それに、そちらの方は？ああ、はじめまして。僕は。ドロニア様をどこかで見かけませんでしたか？いろいろあっていなくなっちゃったんです。あら、また迷子ですの？こちらには来ていませんけど。あの、それじゃあ、羊飼いさんのお家はわかりますか？ヌッタマッタさん？彼の家、というか、納屋でしたらこの近くですけど。どこですか？場所が知りたいんです。ヌッタさんのお家はどこですか？ドロニア様がきっと一緒にいると思うんです。ドロニア様があの男と、すぐにご案内いたしますわ。ダメです。このお声はドロニア様、一体何が起きているんですの？ちょっと手違いで、ドロニア様が惚れ薬の呪いにかかってしまったんです。惚れ薬？それじゃ。いや、おやめになって。そんなところを。大変、すぐに止めないと。はあ、まったく。なんだ？この知れ者が恥を知りなさい。よりにもよって。恥？お前のようなスケベ女に言われる筋合いはねえぞ。待ってください。今はドロニア様、ドロニア様を。なんだってんだい。揃って。ドロニア様がいますでしょ。早くお返しなさい。いるけどよ、むしろこっちが出て行ってもらいてよ。あいつ、なんとかしてくれ。どういうことです？なんてこと。あいつ、うちの羊っ子と夫婦になるって聞かねえんだ。俺は家から追い出されたんだぞ。あんたら、あいつを なんとかしてくれよ。ドロニア様、お気を確かに。このお薬、このお薬で戻るはずです。戻るはずです。貸してください。ドロニア様、こちらをお飲みになって。なんだお前たちは。やめろ。ここはドロニア様、正気を取り戻されたのですね。よかった。本当によかったです。羊の嫁とは面白い見せ物だったぞ、ドロニア。まさに
悪しき行いの報いだな。その姿、なんでお前が元に戻っている？さては、ルカが元に戻したな。すみません、ブロニア様の呪いを解くのを手伝ってもらおうと思って。それより、ドロニア様、お体の方は？体だと大丈夫なわけが。修道院の方にお部屋を用意しますので休んで。いかん、帰るぞルカ。この町に来てからろくなことがない。くそ、それにあれは呪詛返しだ。一体どこのどいつだ、あのお嬢様。いや、まさかな。ドロニア様、もうお体は何ともないですか？大丈夫ですか？ルカは心配です。心配ない、呪詛は抜けている。それより、まさかお前が呪詛解きの魔女役を作れるとはな。なんだ、何かあるのか？あいつの入れ知恵か？言ってみろ。手紙で聞いたんです。聞いた？誰に？お前まさか！バーバ様に。よりにもよって、なんてバカな真似をしたんだ。我々がどうしてここに来ることになったのか忘れたのか？でも仕方なかったんです。魔女役とかよくわからないし、他に魔法組で行き先わかる人いなかったですし。だからといって、あのクソババアに。バカだバカだとは思っていたが、お前がここまでバカだとはな。呆れて物が言えん。バカじゃない。いちいち泣くな、ガキが。ともかく、その手紙とやらを見せろ。はい、貸せ。おい、この魔法衣、俺はバーバじゃないぞ。そんなはずは、フルネラ。魔女フルネラ。さては、呪詛返しもあいつの仕業か。舐めやがって。しかし、あいつがこの町に来ているということは、バーバにはもうバレていたということか。くそ、少々のんびりしすぎたか。ドロニア、どうやらお前は敵が多いらしいな。自業自得だ。あ？それより、フクロウ男、なんでお前までここにいる？僕はネルドだ。口の聞き方に気をつけろよ、ドロニア。世が世なら打ち首だぞ。そんなことはどうでもいい。それより、お前は一体いつまでここに居座る気だ？僕の目的が達成されるまでだ。ヨーロ歴帝を使っての地下調査は認めよう。ただし、お前の監視は継続する。私の監視だと？何様のつもりだ？どうせ言っても迷宮探索はやめないんだろう。だが、お前はあの程度の呪詛返しを食らった。もうお前には任せておけない。余計なお世話だ。貴様に監視されるような言われはない。こっちにはそうしなくちゃいけない理由があるんだ。お前が何と言おうと目を離さないからな。邪魔だ、失せろ。断る。へえ、そうか。なら、ネルド、貴様は便所専門の下男として死ぬほどこき使ってやるぞ。無駄だ。
ドロニア、それは僕には聞かない。お前はそんなことも気づけないのか。だが喜べ、お前にいい提案がある。なんだと、お前にはそれができるというのか。本当だろうな。歴帝の活動記録を見ていないのか。僕のことがしっかりと書かれているはずだ。は？知らんぞ。お前のことなどどこにも書かれてはいない。もしくは相当に影が薄いんじゃないのか。記録するに値しない雑魚と認識されているのかもな。なんだと。まあいい、僕はお前とは違う。嘘なんて言わない。それに殺されない程度にはお前を守ってやることも契約に含めてやる。ま、ルカさんの次にだけどな。お前の剣術なんぞに期待などするか。だがさっきの話が本当ならお前の条件を飲んでいる。お前が探索の歴帝の補助をするのはいい。だが探索そのものの主体はあくまで歴帝だ。お前はサポート、それを忘れるなよ。ふん、もちろんだ。僕は僕でやることがあるからな。ということだ歴帝。ネルドが地下にてお前の探索を協力しよう。せいぜい利用してやれ。